実録、本能寺の変、明智光秀最後の日々。皆さんこんにちは。今回の新設歴史チャンネルは、明智光秀最後の日々について紹介していこうと思います。天正10年、1582年、織田信長の武将、是東日向の神、明智光秀は、主君信長より、中国地方への出陣を命じられます。羽柴秀吉の、毛利征伐を支援するためでしたが、これより先、光秀は、安土城にて徳川家康の接待役を命じられていました。5月15日から3日間の予定の京王でした。しかし、その役を御免になっての下事でした。5月27日、丹波亀山城を出立し、京都愛宕大権現に参拝、当時の出陣前の作法に従い、神前でみくじを引き、西の坊伊徳院で、戦勝祈願の連歌の会を催します。これが有名な、愛宕百院でのその時の光秀の発句。時は今、雨が下しる、たつきかな、の句を読んだ地でもあります。これは、本能寺に奇襲をかけ、信長を討ち果たし、自分が天下を取る決意を述べたものだとされています。当時、光秀の居城は近江、坂本城でしたが、丹波支配の拠点として、亀山城を置いていました。今回はこのような背景から、明智光秀の動きを時系列で追ってみることにしましょう。戦国時代の最大の謎に迫ります。それでは始めましょう。謀反の覚悟。28日には一点計上し、軍勢を整えますが、6月1日の猿の国、午後4時ごろ、家中の物頭に対して、森蘭丸より飛脚あり、信長様には中国出陣の馬揃えをご覧になるとのこと。早々に人数を召し連れて、上洛するように、との上位であると告げています。これで、山城の国との国境、老いの坂峠を越えた後、秀吉を支援するのなら、くつかけから西国街道に向かわねばなりませんが、その道をたどらず、京の都に向かう理由を作りました。鳥の国。午後6時ごろ、軍を率いて亀山城を出発。その後光秀は、自ら軍勢を3つに分け、その総数を、家臣の斎藤利光に尋ねます。1万3000は、ござあるべし、明智秀光など、5人の宿老を呼び寄せ、この時初めて、自身の謀反の覚悟を打ち明けます。宿老たちの反応ですが、口々に、めでたきこと、明日よりして、上様と仰ぎ立てまつるべくこと、案のうちに候と言い、誰も引き止める側には回っていないのです。それまでの信長と、光秀のぎくしゃくした関係をそばで見ていて、いつかはこうなる、と覚悟していたのでしょうか。老いの坂を越え、くつかけの在所で腹ごしらえをし、桂川に差し掛かると、光秀は、新たな触れを発します。勝ち立ちの者は、新しい足中、かかとの部分がない草履を履け、鉄砲の者は、稲輪を一尺五寸に切り、その口に火をつけて、5本ずつ、火先を逆さまにして下げよ。これは、まさしく臨戦態勢です。信長御前で、馬揃えのためと思って従ってきた兵たちも、ここで自分たちが、何のために行軍を続けているのか、理解したでしょう。本能寺討ち入り。6月2日早朝、宇野国。午前6時ごろ、信長の宿舎本能寺は、明智勢に取り囲まれます。境内に向けて撃ち込まれる、鉄砲の轟音に目を覚ました信長。これは謀反か、いかなる者の企てぞ、と、そばにはべる蘭丸に問いかけます。明智が者と見えし候。蘭丸の無念そうな返答を聞くと、是非に及ばず、と、うめくようにつぶやきました。有名な場面ですが、古来信長のこの言葉は、様々に解釈されてきました。しかしここは、やはり明智ならば準備に異論もなかろう。わしもここまでかと覚悟を決めたと取りたいものです。信長はそれでも、弓を取り応戦しますが、2、3度引いただけで、弦が切れてしまいます。次に槍を持って立ち向かいますが、肘に傷を受け、もはやこれまでと覚悟し、付き従う女房たちに、女は苦しからず、急ぎまかり入れよ、と命じて逃します。建物に火のかかる中、最後の姿を敵に見せじと、殿中を愚深くにこもり、自害して果てました。信長の最後を確信した光秀は、宿舎の妙覚寺から、二条陣屋に移って、明智軍を迎え撃った、信長の嫡男、信忠を撃ちます。信忠の奮戦は凄まじく、家中の信頼も厚かった彼が、何としても、安土か岐阜へ落ち延びていれば、織田家の運命も変わったものを、と思うのですが、これはもう、
歴史のたられば言っても意味のないことです。近江平定、洛中の斬敵総統を終えると、光秀は信長の本拠を抑えるべく安土城に向かいます。途中、瀬田城主の山岡景孝、景助兄弟が味方につくのを拒み、瀬田の橋を焼き落としてしまいますが、それでも5日には安土城に入城します。この時、安土城留守役であった山崎片家、近江山本山城主厚久田幸親子、近江国衆若狭国衆も光秀に従ったので、近江平定は支障なく行われました。一方、美濃では安藤森成親子が光秀に呼応して挙兵しますが、北方を領する稲葉一徹の反撃に遭い、討死に。美濃野口城主西尾光則にも加担を求めますが、これも拒否され、美濃ではあまり勢力を伸ばせませんでした。しかし、注意すべき点は、光秀は安土城に朝廷の使者を迎えているのです。6月7日に到着した使者は、ドンスの反物などを光秀に送りました。朝廷としては、形勢を見ながら、一応、光秀にも吉見を通じておこうとしたのでしょう。この辺りまでは天下の行方は、どう転ぶともわかりませんでしたが、この後一気に潮目が変わります。秀吉中国大返し、6月9日、安土から上洛した光秀は、都に入ります。秀吉が、西国から取って返す、との噂が広がっていたので、その対策のためでした。光秀は、天皇と親王に銀子500枚、京都御山の寺院と、大徳寺には100枚ずつ、朝廷との仲を取り持っていてくれた、吉田神社の宮司、吉田兼見には、50枚を信条しています。寺院に対しては、信長の供養料の名目でした。急に朝廷に接近しだした光秀ですが、その裏には、自分が旗揚げすれば、当然駆けつけてくる、と思っていた武将たちの反応が鈍かったからです。光秀は9日付で、姻戚関係にある、細川藤孝、忠興親子に、田島若狭2カ国を与えることを条件に、自分に合力するよう求める自筆書状を送っています。しかし、帰ってきた知らせは、親子が信長の死を悼んで、髪を切ったというものでした。ついで当てにしていた筒井順慶も、一時は良い顔をしたものの、結局、自分の居城に籠城してしまいます。この辺りから形勢は、はっきり光秀に不利になってきました。さらに四国征伐に向かうはずだった、織田信孝は、帰化の軍勢は崩壊したものの、丹羽長秀と呼応し、光秀の娘婿である、津田信澄を討ちます。茨城城主、中川清秀、高槻城主、高山重友に対する工作も失敗し、彼らも池田城主、池田恒興と共に、秀吉や信孝に組みする動きを見せます。そんな中、天智を知ってか知らずか、一日で毛利との和睦を成立させ、山陽道を引き返してきた秀吉が、9日には、姫路を発して、摂津尼崎に迫っているとの知らせが入ります。2万の大軍を率いる、戦上手な秀吉に出てこられては、光秀の胸中に焦りが生じ始めました。光秀の凋落、11日、秀吉軍迫るとの知らせを受けた光秀は、下鳥羽に出陣し、迎え撃つため淀城の修築を始めますが、いかにも動きが遅い。12日、秀吉軍は、摂津富田に着陣。池田恒興、中川清秀、高山重友ら、摂津州の武将、酒井泉州の天王寺や宗久ら、商人たちも続々と駆けつけ、はっきりと形勢は固まりました。ここに来て光秀は、ようやく、将軍、足利義昭を奉じることを決断しますが、義昭が身を寄せる毛利氏は、秀吉と和睦が成立していましたので、実効のあるものとはなりませんでした。13日、美濃国、午前10時頃、信孝と合流した秀吉は、山崎に布陣、光秀も金剛塚に本陣を置き、斎藤利光、柴田勝貞らを先手としますが、明智勢1万6千、対する秀吉軍は4万を上回る勢力でした。激しい雨の中始まった決戦でしたが、陣馬の数で勝り、謀反によって殺された主君の意地を押し立て、恩子の家臣が戸部来合戦を挑む。この構図には、なかなか勝てるものではありませんでした。明智軍は総崩れとなり、光秀は近くの昇竜寺城に逃げ込みますが、真夜中、闇に紛れて、羽柴勢の重包囲を突破し、本拠地、坂本城を目指します。しかし、伏見の小栗あたりまで逃れたところで、土民の突き出した槍に倒れ、最後を迎えました。
挙兵からわずか14日、あまりにも目まぐるしい光秀の最後の日々でした。残る違和感、これが戦国の謎、本能寺の変での光秀の行動ですが、どうにも違和感が拭えないのです。信長の光秀に対する仕打ちや神仏を恐れぬ所業に、この男を生かしておいては世のためにならぬと思ったのかもしれません。しかしどうにも信長を倒した後どうするのかが見えてこないのです。信長亡き後の権力の空白を光秀が引き受ける覚悟があったのか、自分にできると思ったのか、あの頭がよく緻密な思考のできる光秀にしては合点のいかぬ謀反でした。このようなことから誰かに踊らされていたのではないかとの疑念が生じるのですが、今となっては全てはやぶの中です。まとめ、今回は戦国時代の重要人物明智光秀の最後の日々に焦点を当ててみました。1582年、明智光秀は主君織田信長から中国地方への出陣を命じられ、これが彼の運命を左右する出来事となりました。安土城で催された徳川家康への接待後、京都愛宕大権現の神前でみくじを引き、戦勝祈願の連歌の会を催すなど、彼の行動は戦国時代の混沌とした状況を象徴しています。特に愛宕百院でのホックは本能寺の変における彼の決意を示唆しています。そして光秀は本能寺で信長を奇襲し、その後京都での権力闘争に参加します。しかし秀吉の中国大返しにより情勢は一変し、光秀は追い詰められていきます。安土城を抑え朝廷との関係を模索するも次第に孤立し、最終的には山崎の戦いで敗北します。わずか14日間の挙兵の後、悲惨な最後を遂げました。このエピソードは光秀の謀反の動機や当時の政治背景の複雑さを浮き彫りにしています。また信長と光秀の関係や戦国時代の不確実性といった要素も深く考察する価値があります。光秀の生涯は戦国時代の混沌とした政治状況と個人の野望がどのように歴史を形作ったかを示しています。今回の動画はここまでとなります。また次回も歴史の面白い物語をお届けしますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。これからも歴史の背景や深いエピソードをもっと多くの方にお伝えしたいと考えています。もし今回の動画が気に入っていただけたら、ぜひともチャンネル登録をお願いします。次回も興味深い歴史エピソードをお届けいたしますので、お楽しみに。